三菱 UFJ 名古屋本部は、中区錦の東海銀行本店だったビルの取り壊しに伴い、跡地に建てられた新たなビルへの移転が進められていました。今日は2階にある一般向けの窓口がオープンし、中部地区の店舗では初めて口座の開設や両替、税金や公共料金の支払いなど窓口で行っていたほぼすべての手続きを専用のタブレット端末やテレビ窓口で行うことができます。新ビルの竣工式は26日に行われ、名古屋本部の移転が全面的に完了する見込みです。